春季キャンプ第2クールの2日目になります。アグネスタジアム茶壇からお送りしています。現在はフリーバッティングが行われております。細川が画面の左側のゲージに入っています。左中間への鋭い打球、あとはこれはメッツ、もう一回上がったんですね、梅津が。なるほど。あとは一応加藤と松山もメニューの中には名前があるんですよ。もう一回梅津、細川を相手に今梅津が投げています。こうやって見てると梅野が終わった後にもう一度原さん、梅津が上がりましたね。そうですね、はい、フリーバッティングの中ではちょっと珍しいパターンですけど、うん、やはりこう先ほど高橋宏斗が20球投げては1回休む、はい、ブルペンやってたじゃないですか、うん、ちょっとそういう先発を意識したようなかもしれないですね、体の作りとしてね、はい。ですから、まあ、梅津だけがそうするのか、うん、まあそうですね、梅野、加藤、松山は先発でというよりもね、リリーフ構想ですから、うん、なるほど、結構今、細川が打ってますけど、うん、こういう長距離ヒッターが立ってる時って、うん、まあ、8分で投げても、バッターがちょっと詰まる、はい、差し込む、うん、そういうのがこうあるとすごく投げてて楽しいんですよ、ね、ピッチャーとしてね、はい、そっか、俺のボールは今日行ってんのかなって、ね、見た目より来てると、うん、力いっぱい投げて抑えても、まあ、そんなにいいね、このフリーバッティングって、はい、大した収穫にならないんですよ、1回目より結構力感出てます。そうですね、うん、今川崎ですけど、今原さんおっしゃった通り、はい、かなりこう力入ってますね、はい、はい、で球筋もかなり良くなってます、うんうん、それと先ほどのその1回投げて休んでまた投げるっていうことでおっしゃってたじゃないですか、はい、でそれって確かにその先発のことも意識してるっていうのはあるとは思うんですが、手術明けのピッチャーってやっぱちょっとその肘、まあ、不安を持ってる選手もかなり多いので、まあ、休み休みっていうのと、あとは1回休んでその状態が良くなったり悪くなったりするピッチャーの中にはいるんですね、はい、それを確かめるためっていうのも僕はあるんじゃないかなっていう感じはあるんですよ。うん、確かにそういう見方も面白いですね、うん、実際それ僕が経験したことなんでよくわかるんですけど、そもそもちょっと固まって投げれないこともあるんですね。